攻めさせる回数も減らさなきゃいけないですからね、はい、さあボールが入ってくる、高崎こぼれている、決めた、3点目、最後決めたのは橋内か。そうですね、松本大きな大きなリード、3点目を挙げました。61分でしょうか、またセットプレーからですからね、はい、最後こぼれていたボール、うん、こぼれ球ですね、はい、自分の胸に当てたボールがこぼれましたかね。そうですね、